ヤスです、前回の、三国志14初見攻略では、まあ趙の大活躍もありまして、まあ、ほぼほぼ、まあ、旧東鉄、勢力といいますか反劉備連合の連中をほぼほぼ攻略できたかなというところまで進めましたね。あまり波乱がないんですけれども、まあ、とりあえずは進めていきまして、なんていうのかな、なんて言ったらいいのかな、特に波乱がないようであれば後半攻略スピードを上げていこうかと思いますが、何分初見ですのでね、なるべく決めつけていかないように頑張っていきたいと思います。ではやっていきましょう。ちょっと待ってね、もうちょっと待ちましょう。ちょっと待ってね、ちょっと一回全員帰ってからにしてみましょう。やりたいことがあるんでね。帰ったな。あ、3万もいるのか。まあなんとかなるかな。皆の者、出陣だ。敵と総陣だな。もう主陣で行こう。腕が鳴る。米、あ、米足りないじゃん。しょうがないな。向かおう。うん、まあなんかなんじゃねえかな。行こう。成功しましたぞ。使者が面会を望んでいます。またかよ。もらうけど、攻めるからね。成功だ。任務は失敗です。どうも。お、綺麗。はい、いらっしゃい。よろしく頼む。出てくるかな。まあ、出てくるんだったら出てこいやって感じだな。ちょい出すか。張飛様の出陣だ。どうなってんだこっち。なんとかなんだこれ。なんとかなりそうだな。なんとかなりそうですね。行こう。守備は上々です。吉報をお持ちしました。上々です。完璧じゃねえか。聖地なんですね。珍しいな。諸葛孔明が友禅に読書を進めるように言われたやつですな。
で、カンピシはね、年間で何回も通読しますからね。超マニアですよ、私は。語らせないでください。ちょっと待って。そうだな。見づらい。ちょっと見づらいな。あ、来た来た。攻めてきたな。同盟結んでやるか。まあ、結ばなくてもいいか。つまってね。こういうそろそろ倒してもいいでしょう。オッケー。うむ。いいね、高村さん。やっとあの活躍する場面になりますの。これ誰に来てんのこれ。あ、まずいじゃん。どうかしたか。承知した。承知した。いいよ。なんか建てられるかな。砦。必ずや。中線下がるの本当めんどくさいですね。ありがとう。めんどくさくてしょうがないわ。オッケー、達成いたしました。どうなんだろうな。いじれんだわ。やめろ、勝てるわけないじゃない。ここは逃げれんのかな、この面だと。この海流に挑もうとは愚かな。その蛮勇、後悔せよ。カイブさん、長生きですね。あ、一撃やられた。相手が悪かったな。はい。なんだと。どんどんこれどんどんね出てくるかな。大きくなるやつでしょ。わけわからんわ。使者が到着しました。同盟はね、ダメ。やめろ。まあこれ大きくなるんでしょまだ。受ける。落ちるな。もう投託じゃねえや。とまあまあいいけど。まあ、鉄壁使ってやるか。はいどうぞ。あ、滅んじゃった。滅んじゃったな。
いらっしゃい。よろしく頼む。この投与失敗するの腹立つわ。やめろ。ダメダメダメ、ちょっと待って待って待って。強えなぁ。なんで出撃してこないんだろうね。ちょっとよくわからないんですけどね。ちょっとその出撃すると、まあ、城が守れないっていう判断なのかな。ちょっと消極的すぎないかな。使者がお待ちです。まあいいかな。ブボーン。全然なんかそれっぽいこと起きない。おいおい、もうやり合ってんな。 AI やと舞台多めに行くんですね。まあ埋めれるからだと思うんですけどね。こっちは、うわ何やってんだ、うわ何やってんだ。3ってなんだよ。あ、族が湧いてんのかな。あ、違う、族じゃねえや、族のような、なんだよ、もっと出世しろよ。戦だな。どうなってんだこれ。あ、なんか来てんの。あ、俺のところを取りやがって。まあいいや。イベント、はい。領主制覇。なんか地味だよね。強族が出ますね。じゃあ。それらしいイベントってまああんのかな。ねえのかよ。まあいっかな、別に。もう無理してやる必要もないしね。出陣だ。負けたりしな。とりあえず放っておきましょうか。あ、こっちか、こっち見てやろうか。よろしく頼む。報告いたします。
長生の輝き。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。お喜びください。ちょっと待ってね。あと灯油しまくろ、あとね、戦後処理だ。マイロ、出立いたします。とりあえずこんなものでいいかな。団子状態どうなってんだろうな。何やってんだ。3人で攻めるってどういうことなのこれ。シュレイさん。どういうことなんですかね。ちゃんとやろうよ。攻めようとしてんのか。どんな無謀なことをしてんのこいつらは。うん、とりあえず今日この辺にしときましょうかね。うん、また次回やりましょう。ではまた。はい、岩瀬です。さあ続きやっていきましょうね。意外とね、いつの間にかもう結構進んでて、半分は制覇した。まあ半分、もうちょっとで半分ってとこですかね。まあこうぐるーっていこうと思うんですよね。ぐるーっとね。ちょっとね、攻略のスピード上げたいと思います。ちょっとね、内政の時間、内政っていうかね、作業タイムが長いんで、ちょっと待ってもらっていいですかね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと同盟がどこから、どこが切れるのか。あ、来月にならないとダメか。ちょっと来月待ちましょうかね、じゃあ。どうなってんだ、これ。俺、ここが気になるわ。行こう。ああ、攻めに行くの、まさかの。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。一瞬で解けるんじゃないかな。修正を誓おう。まあでもまあ任命したの僕ですからね。僕の任命責任があるんでね。なんとも。ああもう切れちゃったじゃないか。うわあもうしょうがないね。しょうがない奴らだな。まあ、自分でやればいいだけの話なんでね。どうなってんのこれ。まあ、任せましょうか。ちょっと待ってね。外交次切れるのどこかな。あ、孫権と切れる。孫権とはまだ同盟結んだ方がいいんじゃないかな。まあ、同盟結んでくるならですけどね。孫権、龍体が4ヶ月。まあ、龍体じゃないかな。別に、虚勢も別にどうでもいいしね。そうだな。じゃ、そんな準備しましょうか。まあ、真っ二つにここでこう、つなげるのがいいんじゃないですかね。どっかで貫通作業は必要ですから。そんな感じじゃねえかな。あれ、馬長がいるぞ。なんで出てこないんだよ、さっき。行ってまいります。防衛の時に出撃してこないの謎ですよ、ね。行ってまいります。超謎だわ。まあ、しばらくはちょっと人材登用タイムな。この事後処理に時間かけさせるには何か意味があるんでしょうかね。まああるんだろうな。魅力を尽くします。頼むぞ。役に立とう。役立ってみせる。戦ってたんですよ。開始時じゃないか。よろしくお願いいたします。魅力を尽くします。大丈夫かな。あなた方はそんなとこで何をするの。お頼み申す。え、すぐ落ちんじゃない。まさかね。魅力を尽くします。修正を誓おう。へえ。ちょっと待って、投与する前に逃げられちゃった。報告いたします。しまったな。まあいいや。ちょっとがっつりいきましょう今回はね。身も心も預けるわ。お、報徳。忠義を尽くそう。
微力を尽くします悪いやつうん必ずやお役に立ちましょう必ずやお役に立ちましょういいねいいね人材あまり気味だけどほらあでも竜体やっちゃってもいいしね魅力を尽くしますどうなってる大使じゃないかな面構えでわかるよろしく頼むまで待たなきゃいけないですからね人事異動も大変だな見つけちゃったかお役に立ってみせますいいのかいあ、同盟切れたのか孫権とね攻めに来るか聞いてくださいちょっと待ってこいつ怪しいな来ますね同盟だ承知しました米がない。米がないから出撃しないのか。なるほどね。なるほどね。ちょっと移動が終わるまで待たなきゃいけないな。移動の途中にその軍団作ったりすると勝手に帰ったりするんだよね。感謝だ。ちょっと待ってましょう。移動が終わるまで待ちましょうね。でもだいぶ武将も増えましたね。明らかにそこの演技以外の武将が増えましたな達成いたしました懐かしいカズの暴力じゃねえかこれすごいね任せた第二軍団の方がなんかいい感じですね軍団作りましょう攻められなそうなところですね。なんかもったいない気持ちするけどな。まあいいか。やるとしよう。ん？捕まったのか？ここまでか。この辺もちょっと甘いですね最後達成いたしました大丈夫かね こズバーンっていきたいんですよねどうしようもねえな同盟切れるの待とう同盟切れるの待ちましょうね大使寺捕まった落ちたもう落ちたのはいいんですけどねまだ落ちてないのか落ちたね数の暴力によって戦略もクソもない戦術もクソもないですね押しに押したってい
やめろ。イベント、またあれか、聖州制覇、地味だよな。おお、それがしが漢中、殿下が観光のつもりでこれからも進んでまいりましょう。なるほど、聖の地域ですね、漢中ですか。バヒン、7万が上限なのかな。吉報をお持ちしました。成功です。やめろ。報告いたします。ユーボーも別にもう同盟延長しなくていいですね。わかったわかった、絶対倒せねえな。ちょっとやめさせてもよかったな。退却させるか。すまんかったな。申し訳ない。コウソンさんと連携取らせた時にやらせましょうか。じゃあ行こうか、出陣。じゃあはい、はいはいはい、 OK。 どうしようかな、こっち行くか。この劉備を支えてくれ。2ターン後ってことですね。2ターン後もしかしたら包囲戦力が発生するかもしれないと。たやすいことです。いやいやいや、嫌がらせいいね。お喜びください。いいねいいね、嫌がらせいいね。使者が到着しました。また金くれるんでしょこれ。これ学ばないですね。金だけはもらうけどね。でも同盟は結ばないぞ。やめろ。で、どうすんだこれ。使者がお待ちです。流体どうせお金くれるんでしょ、どうせ。まだ諸葛金。マジかよ。金はもらうけど仲良くするつもりはないんだぞ。遅れる。あ、女性、あ、女性かっこよくなってたね。吉報だ。あ、ん、これあれですね、包囲占領が発生しますよ、ね、どうしようもないんじゃないの。あ、はいはい、吉報をお持ちしました。成功だ。お喜びください。もうやりたい放題だな。ん、なんですか、規模大きくなるやつか。あ、カナですか。ありがとう。また引きこもっちゃうんじゃないかなこれな。お喜びください。バタイ、喜べ。わあ、やりたい放題だな。な、何をやってるんだ。ただの輸送だと思うんですけどね。聞いて、達成いたしました。待機してるな。達成いたしました。
役に立ちましたぞ。強すぎじゃねえかな。死者が到着しました。はい、超高か。いいよ、どうぞ。いいよ。